マインタウバー軍は、バーデンビュルテンベルク州で最も北に位置する軍である。この軍は、シュトゥットガルト行政管区の、ハイルブロンフランケン地域連合に属し、その領域は、タウバーフランケン地方と事実上一致する。この軍は、北西及び北は、バイエルン州のミルテンベルク軍及びマインシュペッサルト、軍、北東は、ビュルツブルグ軍、東は、 ノイシュタット・アンデ・アイシュバーとビンツハイム軍を呼び、アンスバッハ軍、南は、シュベービッシュ・ハル軍を呼び、ホーエン・ローエ軍、西は、ネッカー・オーデンバルト軍と境を接する。マイン・タウバー軍は一部が、バウラント地方に属し、北部には、シュペッサルト産地の張り出し部がある。マイン側左岸の支流である、タウバー川が、軍の南東部から、軍の長軸を貫いて流れ、 ベルトハイムでマイン川に注ぐ。この二つの川が、軍の名前の由来となっている。オーデンバルトやシュペッサルトからの乾燥した空気によって、マインタウバー軍には乾燥した、暖かな気候がもたらされる。夏の日照時間は、オーバーライン地方とほぼ同じ値である。軍内で最も高度が低いのはフロイデンベルク近くの、海抜125メートルの地点。最も高いのは、 バーとメルゲントハイム近くの海抜482メートルの地点である。マインタウバー軍は、長軸が100キロメートルを超える、バーデンビュルテンベルク州の35の軍の中で最も広い軍である一方、人口が最も少ない軍でもある。1973年1月1日の、バーデンビュルテンベルク州の軍域再編により、かつてのメルゲントハイム軍、 タウバービショフスハイム軍及び解体されたブーヒエン軍の一部が新しいタウバー軍に統合された。1974年1月1日にこの軍はマインタウバー軍と改名された。軍長は軍内で4番目の都市であるにもかかわらずタウバービショフスハイムに置かれた。これはこの町が軍域の比較的中央に位置していたためである。9 バーとメルゲントハイム軍とタウバービショフスハイム軍は同盟のオーバーアームとあるいはアムトに由来する。かつてのビュルテンベルクのオーバーアームとメルゲントハイムは1810年にこの地域がビュルテンベルク王国に編入された際に創設され1934年にクライス、メルゲントハイムと解消され1938年に 解消された、ゲイラブロン軍のいくつかの町村を取り込んで、メルゲイトハイム軍となった。タウバービショフスハイムには1813年以降、バーデンのアムトが置かれた。その後歴史の推移とともに、多くの変遷を経て、最終的には1938年に廃止された、アムト・ベルトハイムを取り込んで、タウバービショフスハイム軍となった。 マインタウバー軍のうち1972年までブーヒエン軍に属していた地域は1936年までアムトアーデルスハイムに属していた1973年の軍域再編によりかつてのバーデン領とビュルテンベルク領が統合された軍が形成された市町村再編完了後マインタウバー軍には18の市町村が属することとなったこのうち11が 市で、さらにそのうちの2市が大規模軍都市である。最大の市は、ベルトハイム。最小の町村はビッティヒハウゼンである。以下に示す人口は、国勢調査の結果、または、バーデンビュールテンベルク州統計局の公式統計地に、基づく。は、国勢調査結果による。軍は、軍議会と軍長によって運営される。軍議会は、 軍内の有権者により5年ごとに選出される47人の議員で構成される。軍議会が任期8年の軍長を選出する。2019年の軍議会選挙での政党別得票率と獲得議席及び2014年のそれとの差を以下に示す。軍長は軍の政治的代表者であり、軍議会及びその委員会の議長を務める。軍長は 軍行政を主管する。その職務は、軍議会及びその委員会の準備を行い、議員を召集し、議決事項を執行することである。議長は、委員会における、投票権を許さない。マインタウバー軍が成立した1973年、以降の軍長を歴記する。赤字だが、中央の挙手上図形から、下は銀字である。上部には六本スポークのは、下部には、 先の広がった黒い十字が描かれている。紋章の図柄は、かつての領主である、マインツ選定校の紋章マインツのは、フランケンのカラスキと呼ばれる、巨子上図形、ドイツ騎士団の十字を組み合わせたものである。現在の軍域は19世紀の初めまでバーデンとビュルテンベルクに分割されていた。マインタウバーグの労働者給与は、バーデンビュルテンベルク州で最も安い。 道路交通軍域の中央部を南東から北西に連邦アウトバーン A81 号シュトゥットガルト・ビュルツブルグ線が縦断している。この他に軍域北東部のベルトハイム付近を短い区間だがアウトバーン A3 号ビュルツブルグフランクフルト線がかすめている。さらに多くの連邦道、修道、軍道が軍域を走っている。中でも特に重要な連邦道は B19 号シュベービッシュハルビュルツブルグ線である。この軍は、シュトゥットガルト行政管区に属すものの、特に北部では、ビュルツブルグとの結びつきが強い。ビュルツブルグまではわずか数キロメートルの距離にある。鉄道交通、マインタウバー軍の鉄道網。軍内の灰色で表示された区間は、廃線となった区間を表す。ビュルツブルグラウダ、ハイルブロンを主要路線とする。 フランケン鉄道は1866年にバーデン国営鉄道として開通した。タウバータール鉄道は1867、68年にラウダからタウバー川沿いに下流に向かってベルトハイムまでが運行を開始した。1869年には上流に向かってバートメルゲントハイムまで達し、ここでビュルテンベルク国営鉄道に接続して、 バイカースハイムを経由して、クライルスハイムまで延長された。1909年に開通した支線のバイカースハイム、クレーグリムゲン線は、ビーベレーレンで、奥ゼンフルト域のバイエルンのローカル鉄道に、接続した。バイエルン国営鉄道は、1881年に、ベルトハイムからマイン川沿いに遡ってロールまで、1912年に、マイン川沿いに下って、 ミルテンベルクまで鉄道運行を始めた。1914年にはバーデン国営鉄道の支線タウバービッショフスハイム、ケーニヒハイム線が完成した。軍内の鉄道網は1 1 6トルが建設された。そのうち以下の1 2トルが廃線となった。うちの地名は軍域外のもの、距離は軍内区間のみの距離である。残った鉄道路線は 西フランケン鉄道が運営している。ビュルツブルグ方面への便が良いにもかかわらず、マインタウバー群は2003年4月に、ラインネッカー交通連盟への加盟を決めた。これにより、ビュルツブルグ中央駅までは一貫した、料金体系が適用される。旧ブロンバッハ修道院の西正面、マインタウバー群は、以下の職業学校を運営している。バーとメルゲイントハイム職業学校。 バート・メルゲントハイム商業学校、バート・メルゲントハイム家政学、農業学校、タウバービショフスハイム職業学校、タウバービショフスハイム商業学校、ベルトハイム職業、商業、家政学学校。また、以下の特別学校も運営している。精神障害者のためのシューレイム・タウバータール、ボックスベルクの言語障害者のための学校、ベルトハイムの精神障害者。 身体障害者のための養護学校。また、軍立タウバービショフスハイム病院、外来診療施設を持つクレーグリンゲンの社会、福祉施設、ラウダ・ケーニヒス・ホーフェンの養護老人施設、ゲルラ・ハスハイム、タウバービショフスハイムの老人センター、ハウス、ハイムベルクも運営している。1986年にマインタウバー軍は、旧ブロンバッハ修道院を購入した。 これは価値の高い建築物の荒廃を防ぐためである。また近年文化センターも設立された。うちの単位のない数値は2020年12月31日、現在の各市町村人口である。ありがとうございます。